半迷川先生です。24日10月24日朝9時15分ですね。今日はね、金をちょっと売ってみました。1万ドルですね。でね、買った同時に2500円ぐらいマイナスになりました。取引してね、でこれは開始されるんですけど、金ですね、XAG の ESD ということでね、1万ドル、これ、シグナルが出たんですよ。で勝率が 81.8% で、勝てる確率がそれだけありましてね。で、このシグナルからね、投資してみました。少し落ちてるんですね。ですけども、実際は2136円という。ピークはね、2756円、取引してからですね。で、1時16分は、9時16分ですね。約9時16分じゃないわ。1時16分は、8時16分ですね。8時16分20秒に取引したんですね、朝の8時ね。1時間前ぐらいですね。このとこはちょっと外れたんですね、ここね。若干ね。でこれはここで買ったわけですね。これはここの計算ですね。これはこう買ってるわけですね。ここでね。で、取引はね、これが大きいんで、この線にぶつかったら計算するようにしてます。こうやったら、ここですね。ここか、ここ。ここで計算するような感じですね。いいところに、シグナル出てから少しズバズバズバって来てから取引するのがいいんですね。これも、ね、ズバズバって上にぶつかったとこね。どんどん上がっていくことあるんで、少しズバズバズバって してここのね、黄色い線で取引するというのはコツですね。シグナル出てもね、すぐ通しないのですよ。で、ここにね、シグナルが出ましたよってズバズバって上にぶつかってます、ぶつかってますよって、ここら辺で取引するんですね。ね、この2点ぐらいこう来て、ね、全部そうするんです。こうだとね、ジョーっとまだ上がる可能性があるんですね。で、短期じゃないんで1時間足なんで、これはね、ボーンと出て1本しか出ないってことはないんです。大体こうガチャガチャって出るんですね。この2、3本以上は出ます。2、3本は出ますから、2、3本出ますからね、必ずね。これもね。で、こうザーンと上がってるときはいいんですね。ただ、これからこう上がることはあるんですね、これね。どうすかな、これでしょ。これはいきなりだからね、いかないから。ちょっと上がったんでね。じゃあ利益分5000と損切り1万5000ぐらいにしていってですね。
ちょっと練習やってんだけども、12,360円ですね。あの、稼いでもね。このぐらいなんですね。同じ月ですね。今月ちょっとやってて、12,360円稼いでですね。3000ぐらいでしょ、大体ね。1000とか3000ぐらい。うん。今1万ドルでね、100万ぐらいですけど金ね、突っ込んでるのがね、1万ドルから今度は100万ドルぐらい投資してね、10万ドルでね、3万ぐらい。まあ、あれですね。いい線ってなんかね。あれ。株もね、スワップってあって、あの、プラスにはならないけど、マイナススワップって働くんだよ、株でもね。スワップ金利っていうのは働くんですよ。株でも。あと、金属でもね、この金でもね。プラスはないけどね。マイナスのスワップ金利っていうのが出てきます。置いとくとどんどん減ってきます。スワップ金利っていうのが入ってきますね。株でもね。もしね、こっからここまでだったら3万ぐらいいくんじゃないかな。ね、プラス。必ずね、こう、杉並が来てから、こう、ガチャガチャしてから、上に打ちなさい。これ以上の、少し置いて打ちなさいってね。杉並入れたからガチャガチャして、この杉並から上にしばらくやってから打ちなさいってですね。これもですね。ガチャガチャ来てね、これ以上植える、多分ここで打つんじゃないかな。そうするといいですよっていう感じですね。ファイナルオプションは調整でね、 100% やったら、あの、1勝2敗だったんで 80% に調整し直しました、ね、で、今日から水曜日からね、試験してます。左側もガチャだから横ばいでいってね、ここだから難しいからね。だからこうなってるときはこう落ちたときにね、2回目ぐらいでピークでね、ここでね、ここら辺でやめとくの、ここら辺とかね、決算しちゃうんですけどな、上がったり下がったりは
初めて同じとこで2500円もマイナスだからね、こうね。ね、ほとんど同じ位置ですからね。でね、同じ位置でマイナスも2500円取られてる。今は同じでね。ちょっと落ちても、あれだね。で、金を、これ、ESG、金に途切れがなくて、綺麗なんですね、波形がね。ゆっくりだからやりやすいね、FX はね。これもしないとここから、だけど、この辺で打つんだけど、負けちゃってるのかね。だけど、ここで打ちたときに、計算すれば勝ってるね。これもここでね。こっか、で勝ち。勝率 80.8%、 10回仕事が出てます。約1年間ぐらいの分析ですね。800ですから、ね、800%。300日ぐらいですね。これから朝ごはん食べなきゃいけないかな。トーストが1万円しかないな。チーズにあのハムがあるから、チーズにハムとエッグでね食べましょう。そういうことでちょっと朝ごはん食べます。